やあ、絶賛発売中のニューポケモンスナップは楽しんでいるかな。今回も僕のところにとある場所の調査依頼が入ってね。その名も東京サマーランド地方。水のある場所らしいから新しいポケモンが見れるかもしれないね。それじゃ調査よろしく頼むよ。よし、今日も頑張るぞ。今回は特別な許可を得て撮影してるので、みんなは真似しないんでね。出発。今回もどんなポケモンたちに出会えるのかな、楽しみだな。あれ、今ちらっと見えたのはピカチュウかな。あー、ピカチュウだ。あー、でも一瞬だったな。ピカチュウ、他にどんなポケモンがいるかな。あ、かなり遠いけどあれはマケンカリかな。あ、あっちにはオッチャマがいる。すごい、いろんなポケモンたちがいるね。あ、ピカチュウだ、かわいい。 あれオッチャマとピカチュウが遊んでたみたい。仲良しだな。あ、ジャンプしてる。次はどんなポケモンに出会えるのかな、楽しみだな。お、なんかフルーツみたいなところに来たな。ここにはどんなポケモンがいるんだろう。あ、あんなところに泳いでるポッチャマがいる。かわいい、すごい。わあ、新しい生態だ。あれ、ポッチャマどこに行っちゃうんだろう。またポケモンたちがいるよね。いっぱいいい写真撮るぞ。わー、すごい。あ、ピカチュウだ。あー、ピカチュウだ。水で遊んでる。これは新しい生態だ。あれ、なんだろう、ピカチュウが何かやろうとしてる。もしかして、みたいなことしようとしてる。うわー、上手ー、すごい。これはいい写真が撮れたぞ。すごい。あー、大丈夫か、ピカチュウ、ピカチュウ大丈夫か。水がすごい。よし、どんどん行くぞ。水の上でも活動できるように変形機能を搭載したんだ。すごい、これなら海ではバッチリポケモンの生態が見れるね。よし、行くぞ。どんなポケモンがいるのかな、楽しみだな。あんなところにオキさんと、あれはカイリキーかな。こっちに気づいてないみたい。わー、すごい、奥さんが海の中を泳いでる。うわー、これはいい写真が撮れたぞ。あれ、あのところに、もしかしてあれはサメ肌、サメ肌が泳いでる。すごい。あれ、カイリキンはいる。カイリキン、あれ、入水した。また新しい生態が見れて嬉しいな。うわー、サメ肌もすごい速いな。あ、
どっか行っちゃった。たくさんポケモンたちがいるよ。あれはもしかしてラプラスかな。あ、こっちに気づいてないみたい。よし、そんな時はクワリンゴを投げてみよう。おーい、ラプラス。あー、ラプラス。あー、わー、すごいすごい。クワリンゴには気づいてないみたいだけど、でもすごい、ラプラスの新しい生態だ。あそこにはさっきの奥さんとカイリキーがいる。すごい気持ちよさそうに泳いでるな。いやー、また新しいポケモンの生態がたくさん見れて嬉しいな。いい写真もいっぱい撮れたぞ。よし、陸に戻ってきたけど、次はどんなポケモンがいるのかな。わあ、なんだろう、あれ、ウォータースライダーみたいな。もしかしてあそこからポケモンが滑り出てくるかも。ちょっとここで見てようかな。あ、どうか来た。あウォータースライダーからポッチャマとジェニガメが出てきた。これはきっと新しい生態だ。やっぱり水が気持ちいいのかな。あれあれ、あれはあれはジェニカメじゃなくて、あやると思ってたけどなって言ったのかな。よし、いい写真が撮れたぞ。よし、新しいところに来たぞ。ここではどんなポケモンたちがいるのかな。あ、あ、いいんだ。あれ、いつの間にかいなくなってる。写真うまく撮れなかった。うーん、他にはどんなポケモンがいるかな。あ、来た、ゲンガー。今度こそ写真撮るぞ。あ、あれはプテラだ。すごい、プテラが飛んでる。面白い。うわー、いい写真が撮れたぞ。今回の調査もおしまいだ。よし、たくさんいい写真を撮ったから博士の評価が楽しみだな。おかえり、調査お疲れ様。早速評価をしていくよ。お、これはピカチュウだね。でもちょっと横を向いちゃってる。惜しいかな。次は後ろを向いている青いポケモン。これは何のポケモンかな。わからないな。次も紫色で横を向いている。これはちょっと遠すぎてよくわかんないな。お、さっきの青いポケモンと紫色のポケモンはポッチャマとマケンカニだったんだね。二人とも楽しそうに遊んでるね。いい写真だ。お、これはピカチュウかな。水の上で遊ぼうとしているけど、なんだかびしょびしょだね。失敗しちゃったのかな。これはオクタンかな。やっぱりオクタンは水中にいるんだ。東京サマーランド地方にもカイリキーがいたんだね。気持ちよさそうにマッスルポーズをしているね。これはサメハダーかな。カイリキーに何か伝えたいみたい。カイリキーが水にダイブしてる。これはとってもいい写真だ。新しい生態だね。カイリキーとサメハダーが勝負をしている。どっちが勝つのかな。面白い写真だ。オクタンがびっくりしちゃって跳ねてるね。これは可愛いね。これはラプラスだね。ラプラスもカメラの方向を向いていていい感じの写真だ。ゼニガメとこれはまたポッチャマだね。ウォータースライダーで遊んでるんだ。可愛くて面白い写真だね。これはゲンガー。いたずら好きそうな笑顔だね。とってもいい写真だ。最後にこれはプテラだ。東京サマーランド地方にもプテラがいるんだね。すごいや。今回も素敵な写真がたくさん撮れたよ。また調査依頼をするかもしれないから、その時はぜひよろしくね。それでは今回の動画が良かったよ、ポケモンスナップやってみたいなって思ってくれたら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。さてさて、研究の続きだ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。サルノリだったので、ヒバニーを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。